市川隆の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。良子ちゃん、年末年始、おせち料理ってどうしてるの？おせちは食べなかったですね。特に食べないかな、で、うちもね、別にその何か仰々しくやるわけじゃないんだけども、その付属品みたいなかまぼことかさ、黒豆とか、そう、あと伊達巻きとかさ、そんなものはさ買うわけですよ。で、年末12月31日だったかな、たまたまいつもね買ってるスーパーはあるんだけど、ちょっと高いのね、高級スーパーだから。だってレジに並ぶと、自分で入れるレジと自分で袋詰めするレジと人が入れてくれるレジがあるわけ、分かれるわけっていうような、タクシーでスーパー買いに来るような、文京区にもそういう高級スーパーがあって、そこだと食材1個かまぼこ1個1000円以上するかな。高いですね、こんなのが。で、伊達巻きも2000円ぐらいしたりする中で、たまたまね、某って言っちゃうあれだけど、僕はゴルフの練習をもう最終日にうちの奥さんと一緒にしに行って、足立区に行くんだけど、わざわざ車で、それでちょっとじゃあスーパー寄ろうかって言って、で業務スーパーってあるじゃない、業務スーパーって、行ったことある？見たことはあります。緑色の看板です、安いんだろうなっていう、昔はさ、肉のハナマサあたりがさ、プロのための店って書いてありながら、僕の中で言うとそうでもないかなと思いながら、業務スーパーってものすごく流行ってて、テレビでたまたまね、ミヤネ屋の宮根さんとギャル曽根かなんかがこのスーパー行って、その従業員一押しランキングの商品なんですかみたいなことでやってたりして、でびっくりしたのは、業務スーパーって気になってたの、俺も。ものすごく急成長してるし、だからあれってフランチャイズなんだね。そうなんですね、でも今すごいよ、700店舗つったかな、急成長してて、ものすごく伸びてて、大量仕入れ大量なんだけど、コストコみたくその何十人前とかっていうものでもなくて、行ってみたわけですよ。たまたま近くにあったから、ちょっと行ってみようかと行ってみたら、生鮮食料品は置いてないというか、野菜は、生野菜は売ってないわけ。そうなんですね。だから仕入れを、だから加工品とかになってて、冷凍食品とかにされてて、でもパッケージ化されてて、それが安いわけよ。だからブロッコリーが全部こうね、例えばもう冷凍になってて、でそのままゆでてあるから、あとチンというか出して、またちょっとゆでたりすればいいというような感じでなってて、ものすごく今時の主婦にはみたいなものとか、パックに入った牛乳パックの中にプリンが全部入ってたり、水ようかんもそれに入ってたりするの。いいですね、でね、食べてみて、とりあえず買ってみようよということで食べてみたら、プッチンプリンの味がしたのでそういう意味では高級なプリンとは違うけど、ちょっと1本いくらだったかな、200円ぐらいかな。だから全然やっぱり安いよ。それで1リットルも入ってんだもん。最高ですね、それ。最高。そうっていうようなことを行くとね、でそこででも外国の、例えば中国のホアジャオの香辛料とか直輸入で売ってたりね、意外とね、今ね、大量のスーパーだからといって何でもあるような日用品だけを、安く売ってるような仕組みじゃないんだね。これがね、びっくりした。だからかまぼこも350円ぐらいだったわけ、同じ大きさのやつで。全然違いますね。うちの奥さんが「大丈夫?」とか言うから、大丈夫だよ、だってそんな全国700店舗も展開してるやつが変なもの出すわけないでしょっつって、で家帰って食べてみたら全然わかんないよ、あれ。だってほら格付けランキングでさ、高級なワインとどうせ分かりやしないんだしみたいなね、と思えば全然いいなと思うけど、本当そういう意味じゃ素晴らしいですね。なかなか楽しい経験で、別にじゃあそこにずっと通うかってわけじゃないんだけど、知ってる知らないでこんなに違うかというふうなことで。ね、業務スーパーしか知らない人は今度また違う意味でまた知らないことも多いんだろうけど、逆に、そういう高いスーパーも知っててで、こっちはっていうのをうまく自分がチョイスする時代だよね。そうですね、じゃあ今日のテーマいきましょうか。はい、今回は不動産の持つ個別性という特性を投資商品としてどのように捉えていけばよいか、ちょっと難しそうなテーマとのことですが、市川さんお願いいたします。これわかる？このタイトルの意味ちょっと難しいですよね。不動産の持つ個別性という特性を投資商品としてどのように捉えていけばいいですかと。これね、なんでこれを取り上げたかというと、はい、やっぱ不動産投資をしたことがない、お金持ちの方にですね、不動産をやりたいとおっしゃるので、節税もできますよ、海外不動産だったら法人名義で買えば減価償却もできますよっていう、その税的なメリットが明確にあるので、プレゼンしてくれって話でプレゼンをさせていただいて、でその時の素直な感想で、これなかなかね難しいんだよね。結局ね、これって別にその方に限らず不動産投資をしたことがない方が最終的に金融商品をでお金運用したりしてる人に不動産投資っていうところ、俺うちハイブリッドのさセミナーとかやってるじゃないですか、はい、金融のアドバイスをするというパターンと不動産だ、どっちも偏るのもいかがなもんかと思いますよと。金融だけじゃなくて不動産も入れた方がいいんじゃないですかと。で、機関投資家と呼ばれるような年金機構とか、その国のお金を例えば運用しているようなところっていうのはポートフォリオといって、全体の中の何割は債券、何割は金融商品系、何割は不動産とかその他みたいな風に、やっぱりポートフォリオというのは確立しているので、組織でもやってたりするので分かれたりするので、個人投資とかになると好き嫌いとかになって、金融だけやってる人は金融だけやってます。で、不動産やってる人は不動産しかやりません。で、どっちがいいんですかっていうと、両方やるのが僕は一番いいなと思ってて、なんでかっていうと、いろんな特性があって、リスクとかリターンとか、そのすぐ売れる売れないとかいろんなことがあったりする中で言うと、というのが分かってはいるんだけど、でお客さんも理屈の中に入ってるんだけど、なかなかやっぱね、個人投資家レベルになるとどっちかに偏るね。で、不動産大好きな人が例えば海外不動産の話を聞きたいっていうんだったら、話は割とそれは難しくないんですよ。なんでかっていうと、不動産の特性のこと分かってるから。ここで言う不動産の特性っていうのは個別性なわけ。個別性っていうのは、不動産って動かせないし、同じものは 2個もないわけよ。で、じゃあ例えば同じ場所の同じものが今年はこの値段で売れましたっつっても、5年後いくらで売れるかは時価じゃないですか。時価、時価ってお寿司屋さん入って時価って書いた瞬間に一瞬ビビるよね、はいくらってでも世の中はさ、こんな時価なんていっぱいあるわけですよ。で、不動産って本当にどうなのよって言った時に、じゃあその個別性がどうですかって言った時に、目利きという言葉が必要になってくるわけ。じゃあ金融商品も個別銘柄の株を買うときは、この会社いけるかいけないかっていうのを判断するのも目利きだし、自分の経験値だしっていうことなんだけど、本当にそのお金がある方で運用しようと思うと、個別で勝負するっていうのはナンセンスらしくてですね、やっぱりそのインデックスファンドみたいな、要は投資信託的にプロに運用をお任せした商品を買う、だって分かんないもんね。だからリターンも大きいけど、リスクが高いものに対してどこまで投資つってもなくなっちゃうわけにもいかない。ギャンブルじゃないからさ。ギャンブルだったらさ、1万円投資してゼロになっちゃうかもしれないけど、100万になるかもしれませんみたいなのがギャンブルだけど、投資ってそうは言っても何年後に倍に、せいぜい倍になるとか、そんな話じゃない。せいぜい倍つっても倍になったらすごいんだけど、すごいんだけどっていうようなことを考えた時に、不動産ってやっぱりね、どうしてもね、そこにある不動産を、じゃあ今売ってるマンションをここの区のやつ全部くれとかで言った話になったら、あんまり個別性関係ないのかもしれないけど、結局一個一個って個別性じゃないですか、はい、でも金融やってる方とか他のものって結構ロジカルにデータベースとか含めて、過去こうだからこうなりますよ、で10年運用すればこうなりますよっていうデータが一番しっくりくるんですよ。で、不動産ってでもどうしても個別性の要素が強いので、これがね、でやっぱり僕らがやっぱりその価値観としてお客さんに伝えたいのは、アメリカの不動産なんでやるんですかって言った時に、普通にしてたら上がるエリアがあって、で中古になっても建物が古くなっても不動産価格が上がっていく場所があって、でそういうのをリフォームしながら皆さん暮らしていくんです。日本と違うんです。だから上がっていくんです。じゃあいくらになるんですかって10年後、これがね、大体とか予想は言えても本当に個別性が強いかったりするし、実はこれも究極ね、じゃあいくらになるんですかが答えじゃなくて、いい時に売ればいいだけなんですよ、極端なことを言うと。っていうのってあるから、全然なんていうのかな、噛み合わないんだよね、意外と。で、本質的に噛み合わない中でプレゼンとかをさせていただいてると、なんかね、もやっとして終わってしまうんですよ。でこれをね、なんか脱却しなきゃなというのがあるんだけど、やっぱりね、だから僕らからするとよくね、御社のお客さんどういうお客さんですかとか、どういう人が海外不動産買ってきますかとかでいうのは、不動産好きな人ってところから入るのよ、どうしても。そうすると不動産好きな人ってね、やっぱり自分がこの不動産が好きだったら、その不動産が自分の中で多分安いだろうな、高いだろうなっていうのをそれなりになんとなく察知してるの。それって別に利回りが、もちろん利回りも一つの基準です。利回りが高ければ割安だと。それはだって賃料ってそんなにぶれないからさ。でそれに対して売り値っていうのが結構こう上下するから、売りで不動産って売り急ぎ案件もあったり、個別事情でさ、これ早く現金化したいからやっぱりちょっと安くても売っちゃおうみたいなパターンもあるけど、でだから査定もね、車の査定みたく年式と走行距離でパンパンって出る話でもなくて、なんでかというと同じものがないから。本当に似たようなものがあるなら違うあれだし、どこで買っても基本的に一緒だっていう話じゃないじゃないっていうのが非常にある中で、でも世界情勢によって何かの影響を受けたりっていうので、要するにね、まあ一番いいのは不動産って何かあった時にすぐ手放すことが一番、手放さなきゃいけない状況に陥った時に無理して投資してることが一番のリスクなんですよ。損して売らなきゃいけないから。大体持ってれば上がるのに、なんで売るんですか、いやお金がどうしても、それはじゃあ儲けも出ないし損もしますよっていうようなトークをすると、分かってる人はいいんだけど、なんで俺その人、まあ幸せにならないという言い方はちょっとまたかっこよすぎるんだけどっていうのがあったりするんでね、このテーマって個別性っていうのはどうしてもある中で、でも一般的に投資の中にポートフォリオとして個人でも入れてほしいんですよ。だからそれをどうやってさ説明してったらさ、分かると思う？ちょっと難しいですね、本当に。うん、そうなの。だからこれをね、これでも究極のテーマとしてうちの会社として解決したいなとちょっと思っています。でもそこがないとね、ボトムが広がらないというかですね、パイが広がらないというか、不動産好きな人はもちろんいるんだけど、その人たちだけでやるよりは、もっと不動産投資ってね、もっとね身近に感じられないのかもしれないけど、身近に感じてさえくれればそんなに難しくないんですよ。ビビることもあんまりないんですよ。だから金額が大きかったりいろんな意味で、だからぶっちゃけ言うと不動産投資やりたいんですけどねっつって一度もやったことない 50いくつの人がいるとする。でお金もそれなりに持ってる。最初決まらないんですよ。そういうもんなんですね。だってビビってるもん、心の中じゃ。だって何を根拠にこの物件買えばいいかって、この人のおすすめっていうところになるんだけど、この人のおすすめっていうのって、でも不動産って実はそのおすすめ度合いが本当にいいかどうかって分かりやすいのね、実はね。ただこれをね、個別性でから外して、どっちかっていうと汎用性っていうのかな、一般論的に言うと、今は供給があんまり出ないし、出たらすぐ買いですと。でね、上がってる相場ですと。その時にどうやって買えばいいかっていうと、早く手を挙げて抑えたもの勝ちなんですよ。だけどそれができるかっていうと、不動産の感覚がない人にそれ言ってもウォッチウォッチウォッチになるじゃん。だから勉強すればいいんですよ。でも勉強すればいいって言っても、これがまたね、実際にやり始めないことには何にも進まなかったりするので、ちょっとねそのあたりの部分はをうちのもう目利きを信用してねっていう一言で解決できないんだけど、そこからスタートしていただいてもいいような会社になるためにどうすればいいかを考えるしかないのかな。うん。本当に急いでる人だったら、まあ、なんでこの人の言うことは、まあ、半分そうかな、まあいいか、やってみるかって話になるんだけど、まあ信じてやるしかないみたいな。やるしかない。でも実際さ、何でもそうなんだけど、そこだからスタートなんだよね。そうですね。信じてやるしかないね。本当に全部のことが分かったところで、その人が、まあ、頭がいいから、ぶっちゃけ言うと東大出たから全てが成功するわけじゃないのと一緒ですよっていうのと同じなんで、本当こういうちょっと難しそうなテーマなんだけど、非常にシンプルな話の中で言うと、そこをでもね、もっとフレンドリーに解決したい。なんか強引にね、もう私を信じてくださいって話になっちゃうのはあんまり好きではない。でも究極、じゃあそこかとなると、人間関係かとかっていろんなことがね、よぎるわけですよ。そうですね。人間関係も大事ですよね。大事なんだよ。だからなんだけど、今ほらデジタルな世の中になってくるじゃない。そこで、Zoom だけでお会いした方とお見合いもするわけでしょ今。マッチングアプリでだってさ、まあ、出会いはマッチングアプリらしいよって思うとさ、その中で気に入った人と結婚していく時代なんだから、その最初のところで不動産という入り口を考えてやればいいのかな。じゃあ、ちょっと考えてみようかな、そうやってね。そうですね。わかりました。頑張ってみます。はい、今回もありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。